ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は多摩川を自転車で走ってきまして、京王多摩川駅まで来ました。この赤色で点滅しているところに来ています。京王多摩川駅と京王稲田堤駅の間にある多摩川に来ました。京王線の新型車両の新路線形が走ってきました。ピンクのラインがすごい分かりやすいですね。新型車って分かります。今日は天気が良くて、青空と白い雲、それに新型の新路線形のピンク色が映えますね。鉄橋の三角形のところの橋をトラス橋って言います。ちょうど、トラス橋のところを、京王稲田堤方面から、急線形がやってきました。京王線の急線形は京王線の中では2番目に新しい電車です。京王多摩川駅に停車しようとして減速しているようです。川の奥の方には二課領上河原堰という取水堰というものがあります。神奈川県川崎市側には二課領用水というのが流れていて、神奈川県の中で最も古い人工用水になっています。この多摩川の向こう側には多摩ニュータウンがあります。京王多摩川駅付近の高架下には京王帝都電鉄時代の社紋入り教会標があります。探してみてください。東映新宿線が走ってきました。この色はよく山手線と間違われるような緑色ですね。この多摩川の、越えた先は稲城市になってまして、多摩川梨という梨が有名です。鉄橋の奥が多摩ニュータウンになっていて、長山駅で小田急多摩線と並走します。小田急多摩線は新百合ヶ丘駅で乗り換えが必要なので、京王相模原線の方が利便性が高くてリードをしていました。鉄橋の手前側には京王閣京林城と京王フローラルガーデン安住というのがあります。この近くには大映の撮影所もありました。撮影所でのフィルムを現像するため、多摩川から大量の水を調達できる立地が好都合だったみたいです。ご視聴ありがとうございました。